来たんや、は？なんなんこいつ、は？何回来んねんこいつ。どうやった？いや、お前恋してんねやろ。いや、してないしてない。あ、みんな言ってるわ。は？ブロゾラが恋してるって。恋してねえって。してるって。恋はしてねえけど、俺東京であのバンバンザイっていう YouTuber とコラボしたんだよね。200万人超えの YouTuber。その時に、うん、そのコラボ撮影が終わって、アオリーナと会って、東京タワー行ってきて、こういう写真を撮ったよ。え、アオリーナさっきのやつ？うん、このさっきのやつ。あ、俺とアオリーナね。うん。え、なんでそのデートしてんの？記念や、記念。気持ち悪い。記念や。気持ち、あ、また言ったこいつ。お前さっきな、聞いたか俺。一回落ちたらしいな、アプリ。バンされたかと思ったってみんな。なあ、だからバンされへんねんって。気持ち悪いばっかり言ってるやん。なあ、お前が誘って言ったやろ、アオリーナにさ、会おうよってさ、会ったんやろ、そう、東京で。バレてんねんって。じゃあ、そんなアオリーナからさ、お前にプロソロを囲われるやつにさ、わざわざさ、デートしに行こうよって言うんか。言わんやろ、囲われやねんから。関係ないやろ、それ。ほんまに。関係あるわ。なんか最後っていうかさっき、アオリーナめっちゃボコボコにいじめてたらしいな。お前ふざけんなよ、うん、手加減せんかい。好きやんないな。好きやん。いや、ララちゃんが暴走して好きじゃないよ、別に。うん、ほんまに好きじゃない。てかさ、そもそもさ、うん、あれやろ、付き合ったことないやろ、今まで。いや、あるわ。ないって。じゃあ、お前さ、彼のこと何回もあるやん。なあ、かっこつけてないやん。じゃあ、俺が、あの、まあ、じゃあ、滑らない話というか、まあ、俺が告白された時のシチュエーション、具体的に語ったるわ。告白された？告白されたこと何回もあるっつってんだろ。無駄すぎるな。いや、ガチやって。俺モテんねんて。お前誰がさ、誰がお前学生時代角刈りのさ、揚げパンのやつに告白すんねん。誰がだから、その角刈りで揚げパンでめちゃくちゃダサい俺が日本一とか取ったりする。しかもトークもある程度面白い。そこでな、みんながな、ときめいてまうねん。じゃあ、お前さ、夢の中の話やろ。いや、ガチやっつってるやんか、じゃあもう。じゃあ、一回聞いてみよう。一回聞いてみよう。じゃあ、一回聞いてみよう。一回聞いてくれた。いや、これちょっとね、まあ、このとこ面白いと思うけど、まあ、俺がその、告白された時の話やけど、まあ、中学の時や。俺、剣道部やって、でもめっちゃ下手やって。ほんま、剣道下手すぎて、初段審査っていう検定試験があるやけど、俺だけ。あ、ちょっと待って、はいはいはい。ちょっと待って。え、角刈りでも剣道部入れんの？いや、そこで止めんなよ。あ、ごめんごめん。そのツッコミいらんくね。ごめん。てか、角刈りこそ剣道部に入る。だから、早く止めろよ、お前。ごちゃごちゃ、うるさいね。早く止めろよ、ごちゃごちゃ。おめえがうるさいから話止まってんの。ごちゃごちゃ、うるさいよ。おめえが変なこと言う。うん、角刈りでも剣道部は入れる。うん。俺で、剣道部の合宿があったのよね。うん。中学2年生の頃かな。で、どこ行ったん？どこ行ったん？合宿で。どこの合宿でどこ行った？今、石川県、俺出身やからね。ね、あ、まあ、白山あたりかな。多分君は白山っていうの知らないと思うけどね。ランちゃん、了解。ランちゃん、了解。うん、はい、はい。で、白山、うん、はいはい。白山ね。うん、あ、またコメント呼びされた。そう、白山のところで会って、これで、なんかね、もともと俺、うん、まあ、中1から中3まで普通にあの剣道部やったわけやけど、もともと美術部やった女の子がいて、その子が、なんか、お前な、美術部イコール全員なんかあんま可愛くないみたいなイメージで喋ってたよ。あ、いや、大丈夫だよ。美術部ね。はいはい。絵描いてる。ああ、珍しいね。美術部あんねや、中学で。あるあるある。うん、いっぱいあった、いっぱいあった。うん、うまいな。回すうまいな。さすがに。ほんでな、その美術部やった女の子が、なんか、俺のことが好きすぎて、うん、中学2年生の時に剣道部に、あの、変わってきたみたいね。噂によるとね。はい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 、はい。けど俺はそんな知らんかったん。なんで変わってきたのか理由知らんかった。うん、で、うん、その白山のその合宿中に、深夜9時55分くらいかな、そのまあ美術部やった女の子の、うん、女友達が、俺のメガネを勝手にあの盗み出して、9時55分、夜ね。消灯まであと5分や。10時に消灯やったんやけど、残り5分でなんかもう、うん、そう、合宿中やからみんな寝なあかんねんやけど、なんか女の子、な、あの、持って行って、な、美術部の女の子の友達が。うん、メガネ改ざんかいっつって、うん、で、こうやって、うごって追っかけるやん。うん、なら、うん、あの、柔道場に着いたわけ、深夜の、夜中10時ぐらいの。はいはいはい、それで、そしたら、美術部やった女の子、ね、うん、待っててくれて、うん、うん、なんかあの、ゆうゆっていう女の子なんやけど、もう言っちゃうけど、ゆうゆっていう女の子がいて、うん。うん、あ、それ、ゆうゆは何、恋してる子だから、プロソロに。そういうこと、そういうこと。で、そこで告白されたわけよね。うん。よっちゃんって俺、その時言われとったんや。うん。俺で、もうよっちゃん、私、よっちゃんのこと好きやねんって言われて、おそこがみたいな。で、俺、その時な、ほんの、剣道めちゃくちゃ下手すぎて、
うん、なんもな、もうほんまにいいところなかったんやけど、まあフラッシュアンが日本一取ったりとか。うん、いやもうその時からあれソロ版できたんや、その中学生の時から当たり前、そうや、うん、中学の時が一番ドゥアって上がってたかな。あ、そうなんや、10段とかも最近じゃなくて、そうなんや、うん、はいはいはい。で、いや最近も上がったんやけどね。あ、まあええやん。で、もうええやん。俺で、まあ神語っていう神の跡って書いたや、神語っていうめちゃくちゃイケメンで、その剣道もうまいやつがおって、うん、そいつの方がすごいなんかモテてた感じやったのね。うんうん、で、神語の方がかっこいいから、俺みたいなやつなんで好きになってんのって、おかしくないって言って、うん、ゆうゆうちゃんに。いや、ほんなら面白いし、うん、勉強もできるし、そろばんもすごいし、めっちゃ好きになってんって言われて、うん、え、マジ、うん、で、うん、もう付き合ってほしいって言われたから、あ、うん、マジ、お、じゃあこんな俺でもよかったら、みたいな。うん。うん、で、言って、ほんなら、まあ、じゃあ付き合った証明、付き合い記念に、チューしてほしいって言われて、これガチやで。角刈りでもチューされたいって、うん、女の子が言ってきて、うん、そう、うん、俺でチュー恥ずかしいや、俺チューしたことなかった、やっぱ中学2年生やから。まあまあ中学2年生ね、うん、まだまだ、そうそう、コロコロの頃やったらそういうのやってる人の方が少ないからな、まだ。そうやねん、ね、お前フォローうまいな、さすがや。で、うん、で、さすがもう、でチューしてって言われて、チューしてって言われて、チューしようとしたけど、俺ひよっちゃって、うん、めっちゃ伊勢海老ぐらい腰曲げて、うん、ハグだけで終わったっていうね。で、え、まだ聞きたい、こっからさらに面白くなるけど、まだ聞きたい、こっからさらに面白くなる。ああ、いや、今からや、よく今からやな。あ、危ない、びっくりした。うん、これで話終わると思われるな。伊勢海老になって、うん、何、伊勢海老になって、はい、伊勢海老になって出荷されて、うん、エビフライになったっていう話ではなくて、俺で、まあその次の日以降かな、気まずくなって一回もその、まあ喋れんくなって、まあ自然消滅した形にはなるけども、それは中学の話や。で、俺はね、高校、どこ行ったかっていうと、もともと女子校やったところに。何、今の話か、何、まだ続いてんの？つながんねん。あ、つながんねん。はいはいはい。聞いてくれ、最後まで。はい、ちゃんとオチもあるから。うん。これで、高校、もともと、ん？何や？違う。まだ喋ってんか。いや、高校やってから、まだ角刈り続いてんの。高校も。ずっとこれや。あ、角刈りか。ずっとこれや。角刈りか。高校の時はな、モテなくて、モテなくて、テキストに入って。はい、角刈り研究して。いや、角刈り研究って言うてんねん。角刈りから角刈りになったら角刈り進級やろ、中高は。それ進級してねえ、角刈り止まりだよ、ね、角刈り進級やかましいわ。で、これ角刈り進級させてもらって、うん、でテニス部入ったわけよね、モテたくてね。で、その時もさらになんかイケメンになったわけやけど、あいつ言ったんや、その角刈りのくせに今まで剣道とソロバンしかやってへんかったやつが、うん、高校になって高校デビューしようと思って角刈りのくせにテニス部に入っちゃったんや。そうやねん。だからもうそしたらもうめっちゃやってて、めっちゃ色黒で、俺な、全教員に可愛いとか言われまくって、ほんまにジャニーズ入れるかもとか言われて、全教員って何、その全教員って何、うん、いや、先生、女の先生とかに言われることがあったのよ、うん、はいはい、で、なんで言われるかっていうと、俺ね、うん、ほんまね、もう遅刻癖がひどくて、もうなんかいつもギリギリじゃないと学校行かへんねん、うん、それで、はいはい、まああれね、俺もそうやった、あ、そう、高校の時、遅刻癖あって、ギリギリでしかこう学校に行かへんタイプね。あ、一緒やん。一緒。顔とかは全然ちゃうけどな。顔と体型と髪型は全然ちゃうけど。まあそこだけ一緒やな。うん、ほんで？お前暑苦しいね。あ、でじゃないね。ちょっと、人ほんで、あ、じゃないの、お前がちゃっちゃ入れるから。うん、俺で、遅刻しそうになったりとか、もう遅刻したらさ、一回その教室行く前にさ、なんか職員室みたいなところ行って、うん、なんか遅刻すんませんみたいな反省文書かなあかんところもあるやん。高校によってはね。はいはいはい、はい。わかる？俺で行ったら、なんか、めっちゃニヤニヤしてて、その、うん、行った時の先生が、男の先生、はいはい、橋本先生っていう先生がめっちゃニヤニヤしてて、うん、あ、君かみたいな、うん、聞いてるで、君、中学の時に、ゆうゆっていう女の子に告白されたらしいなって言われて、え、なんで知ってるんですかって。おー、確かに、ね、おかしいよな、ほんなら、うん、普通知らんわな、おかしいやろ、うん、普通知らんの、うん、そしたら、うん、その先生がゆうゆのお父さんやってん、やばくね、やばいね。で、終わると思うよね。ここで終わると思うよね。うん、うん、ここまでめっちゃ面白いね。うん、お父さんやって、うん、うん、で、お父さんに、うん、いや、なんで遅刻したんって言われて、うん、いや、もうやっぱり俺、カトゥーンみたいな人生歩みたいと思ってるんでって言って、うん、うん、ギリギリでいつも生きていきたいから。ああ、その時流行ってたからね、そう、ギリギリでいつも。うん、うん、うん、いや、それは、ダメだよって普通に注意されて、あ、これで終わると思うやん。これで話終わると思うやん。うん、終わらんでんな。で、その先生がな、なんやねん。戦いするんだ。いや、長い、長い、さすがになんか長いわね。一応ね。じゃあなんかもうさっきのさ、もうあれやで、さっきのとこで、その先生が実は、そのお前に憧れて角刈りやったっていうオチが一番面白かったけどな。
そういや、面白くねえやろ。面白くない。俺でも最後もうちょっと。うん。これで最後終わるから。あ、これもう、これやっと終わる、やっと終わるな。うん、やっと終わる。もう、で、最後別に面白くなくっても、うん、お前、インドで無期懲役とか言って切るなよ。あ、まあ、バトル中やから切られへんけどな。ガンガンシンガポールで死刑とか言うなよ。うん。これでな、保健体育の先生やって、皆さん、おたまじゃくしの数って何匹か知ってますって、1回あたりって言われて、うん、授業中にね、その人の授業中に。うん、で、俺当てられて、恥ずかしいやん。うん。だから俺、もうその時当てずっぽで、10億匹やと思いますって言って、ほんだら、君そんなにいるのって言われて、うん、めっちゃ笑われたっていう。うん。あれ落ち弱くね。はい、以上です。これが、お笑いの世界から逃げてきた芸人の三段滑り。いやところどころ面白いところあったやろ。結構面白い。全部外して、でも、人は言っても、ドヤ顔で喋り続けて、おもろいやろって。しかも、次は絶対おもろいからって、こう、ハードル自ら上げ続けて、最後までおもんないっていう、これが角刈りや。いや、マジや。お前も帽子外さんかい。いや、そうや、もうそんな分かってたよ。俺、角刈りでおもろいやつ見たことないもん。今まで生きてきた中で。角刈りでおもろいやつ見たことない。大体こういうやつ。お前さ、じゃあさ、大喜利俺にいつも出してくるけどさ、毎回、って笑ってるやん。おもろいやん、ほんなら。あなんや、お前と一緒にするな、たこ焼きが。お前の、こいつがおもろいの、唯一か、角刈りさらけ出した時だけ。それだけおもろい。違うです。行くぞ、行くぞ、顔面のことやろ、お前。たこやん、お前。全員や。ちょ、スペシャル、ちょ、みんな起きてるか、近畿さんいた方がするから、ね。みんな起きてるか、うん。行くぞ。行くぞ、行くぞ。2人は行けるぞ。2人ってないね。初めて何このさ、本当にランキング2位やった人ですか、あなた。アナゴバラ、うんま。おい、分からせろ。俺ら、ところが小さい弦がバラ、うんま。行ったらフォローするから、ね。ここな、はい。行くぞ。見てみろ。マジで行くぞ。こいつが格好つけたら、神戸ドリューや。俺と同じ格好つけたら。びっくりしょバラ、うんま、うんま。さらば、にゃん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 。行くぞ。起きてるみんな。にゃんにゃんにゃん。やばい、そんなことあそこにないです。一撃でいけるから。俺らは、そうや。はい。やりないです。一撃でいけるから、俺ら。見せつけろ。みんな起きてる？ララは？ララ出たか？おい。マジで？やばいやばいやばい。みんな一撃でいけるから。やばいやばい。あ、1位へ。強くね。あ、オナリスさん、チョコレートパク、おいしい。強い。はい。毎回強いな。はい。毎回1枚いくな。はい。リーマン、はい。はい。おかしいから、1枚行くな、お前は。じゃあ、お前さ、週刊ランキング、それな。アキちゃん、アキちゃん、久々ね。そうよ、いいよ、いいよ、あ、マジやばい、行く。はいはい、ボコボコにしろ、ボコボコにしろ、いや、もうボコボコにされてるかな。もうボコボコにしなくていいよ。うん。エイリー。ボコボコにするで、思い出したけど、またじゃあ、後で話したるわ。うん。いや、ちゃんと、お前さ、それさ、じゃあ、ほんまにおもろいやつだけ話してくれ。ちょ、俺らさ、結構苦痛やねん。そのさ、さっきからさ、いや、次はおもろい落ち来る。次はおもろい落ち来る。次はおもろい、最後までおもんないって。それはクビになるわ。いや、首じゃなくて、自らを辞めますって言ったやん。トーク強し、毎日配信強し。じゃあ、お前らの、笑いのセンスが逆にないだけじゃないのか？お？ねえ。お前、花瓶とのせんべいの話、な？うん、まあ、コンパクトで、短くまとまってたけど、それ、俺の、この話よりおもろかったか？トークキレッキレでずっと笑ってた。ほれ、それな。ほら。絶対笑ってないよ、そっちの人。いや、笑ってる、笑ってる。ちなみにさ、それさ、お前さ、あれちゃんと友達とかに話してさ、そのちゃんとおもろいかとか確認した話、うん、それさっきのやつエキゾリーとかさ、なんかその芸人辞めてそのさ逃げてきたやつがさ、こう勝手にさこう独自でこの話おもろいなと思って話すやつって絶対おもんないから確認したことこう一般常識悪い言うやん。うるさい、ね、この前先生配信してないから常夏くんコラボ相手いなくて寂しがってたよ。えマジよかったな。言うなって言われて、言うなって言うと、何やねん、ほんまにそうやったんかい。ほんまにそうやったんかい。言うたよ、お前ら。爆笑鉄板トークありがとう。いえいえ。もっとやばい話あるけどな。爆笑鉄板トーク、ほんまにさ、爆笑したと思ってんの、そっちのコメントのやつ。ほんまに爆笑してんの、やとしたら、お前、爆笑しようもないぞ。そのコメントしてるやつ。いや、ちゃうねんて。お前は、ずれまくってハードルが高すぎんねん。お前な。そうやな。他人にやとしたら、お前さ、さっきそのそろばんの方で、めっちゃおもろいとか言ってるやつ、俺の滑らん話聞いたら、多分もうお笑い死ぬぞ。息できなくなるって。そんな、こんなさっきの話で笑ってるんやったら。ほんまに？ちょっと待って、ちょっと息できひん点数差がついてるから、もうどうでもいいから、勝つぞ、もうおかしいから、もう、攻めたら、ボケたらおかしいから、せめて4桁行こうみんなで。行くぞ、ユニバで勝てるぞ、行くぞ、行くぞ、ユニバで勝てるぞ、行くぞ、ライオンできるぞ、行くぞ。あー、まあ、あれやな、まあまあ、さっき、プリン将軍ってやってん。3、4話、将軍。
まあお前の方がまだスコアいってるわ。プリン将軍30や。おもろ。よかったわ。30じゃなくてよかった。一家、マリア、アクビー、キョーラ、エリ、リーマン、アキ。よし、いいぞ。もう最後にもう一回だけ聞いてる。じゃあ、そのなんかあんねやろ、そのおもろい話が。おいき。え？お茶、お前のおもろい話話せや。あ、俺おもろい話もうしたけど、お前俺よりも面白い話して、みんな爆笑できるって言ったな。今日は俺が配信聞いてるわ。俺が滑る話しても、お前、なんか、え、カビとせんべいが一緒に落ちたってどういうことだか最後に言い出すから。お前の話が分かりにくかったや、それ。全員理解してたから、その話、今日の前の話や。お前や、おもろい話をおもんなくしてんのはお前や。いや、ちゃうて、お前、せんべいと花瓶の話でしょ。ちなみに、お前のそのおもんない話、まだ滑らんように持ってってあげてんの、俺って気づいてる？ツッコミとかで。え、それ、さすがにそこは気づいてるやんな。俺以外の、俺以外の、もし配信者が聞いとったら、ほんまにシーンってなってんじゃん。いや、シーンなってない。トコナツの話笑わない自信あるわ、言われてるわ。トコナツくんの滑らない話、期待、ほら、上がってるぞ、お前、ハードルが。お前、ほんまにいけんねやろな。じゃあ、お前、話せよ、だけ思い出したやつ。お前、大丈夫だ。面白くしたってねんから。お前、またあれやん。絶対、インドでは死刑とか言って切るやん、どうせ。大丈夫ね、お前の人。大丈夫、大丈夫じゃねえって。え、滑らない話？え、ほんまにやばい話？さっき、思い出したとか言ってたやつあったやん。なんか、思い出した。さっきのはね、もうただの暴力事件やから、あんま言わん方がいいのかなって思ってね。何やねん、お前。いや、普通に。何やねん。いや、確かに、え、だから、お前のおもろい話、せんべいと花瓶だけ？俺、まだまだあるけど。いろんなおもろい話。じゃあ、お互いのおもろい話。俺、毎日な、俺毎日何時間も配信しとってもな、視聴者な、多いのな、毎回おもろい話してるからやね。お前、じゃあ、だから、あの、じゃあ、じゃあ、せんべいと花瓶以外のおもろい話してみろ。プロソさん、面白い。ありがとう。なあ、出た、はい、コメントに。すぐ自分の自己肯定感があるコメント、すぐこう、見つけ出して読むっていうね。お前、その癖、やめろ。その悪い癖やから、やめろ。すいません。はい、すいません。直せ。すいませんでした。じゃあ、お前も早く喋れや。あ？早く。おもろい話。いや、だから、俺さ、前さ、その話したときにさ、絶対もう決めてんて。あ、プロソロには、ちょっと難しい、滑らない話とか理解されへんから、絶対話さんとこみたいな。だって、俺が、そのさ、ボケ理解されんとさ、俺が滑ったみたいになんねんから。なんで話さんのかって。いや、そんなことないって。十分やん。いや、今日真面目にちゃんと聞くって。はい、帽子かぶったよ。プロソロさんは顔が面白いです。なんでやねん顔かい出たゴミついてる出たあれゴミついてるゴミついてたゴミついてるでどうすんねんお前の存在自体がゴミややかましいわ、うん、ゴミであることを誇りに思うわ誇り、うん、お前もう明日休みなんかお前は何や仕事やろそのさ明日の生徒何人来んねん生徒何人来んねん生徒明日は水曜日やからどうやろ30、40ぐらいかなうんもうみんな、授業で一回も笑ってへんやろな。死ぬほど笑ってるで。笑いすぎて倒れててる子いるで、たまに。うん。顔な。それさっきコメントだった通り。顔じゃねえよ。うん、顔じゃねえよ。プロソロさん、常夏はもう友達。いや、こんなん友達でいらんわ。だからさ、お前さ、困ったらすぐコメント読むのやめろって、ほんまに。なんでお前さ、そのコメントを読もうとするのすぐ。毎回思うんやけど。なんでそのさ、無言が怖いんかちょっと思ってる。無言でお互いに変顔で対決してみるかちょ、もう、お前さ、ガチでさ、今のチュッてやったせいでさ、視聴者めっちゃ減ったわ。30人減った。それだけですいません。うん、それはすまん。それだけでそれだけであ、ちょ、行くぞ行くぞ行くぞ上がり見せて。ほーい。なこれ寝る前に、カイポ脱がすぞ。33K。ユニバー今何位なの ?6 位じゃ。あ、ほんまや。お前、34K。え、その計算パッとできたんえ、お前、計算早くねいや、早いって。え、お前、えお前、電卓使ったやろ、どうせ。ユニバー1個で確かに抜かせるね。別にな、そんなお前みたいに、そのわけわからんさ、フラッシュ暗算とか言ってな、3桁がペパ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 出てきて、その計算する必要って、生きててな、必要ないね。いや、必要あるけど、それで生活できてるけど。はーい、わせつかみ、はーい。下に書いてある年どういうことどういうことでもお前あれやろそのさ、そろばん教室の収益よりな、うん、TikTok やってる方がな、収益高い。まあまあ、いいんだよ。まあ、恥ずかしいけど。え、常夏ってさ、今もあの外資系で働いてんのやったっけそういえば。どうやってすごいよな。え、朝何時起きないいつも。
やばくね、うん、もう眠そうや。9時。朝9時起き？うん。え？ 9 時っていうか、まあ、9時前に起きるから8時、8時、まあ日によって違うけど、8時半とか。まあ8時50分に起きたらもう眠く。やば、ショートスリーパーなの？うん。普通に昼仕事サボって寝てる。うわ、だるこいつ、うん。みんな聞いた？仕事サボって1500万もらってるらしいね。うん、会社にチクったろ、特定して。あとお前さ、うん、インスタ、俺もう一回フォローしとくからさ、許可しとけよ。うん。こんだけフォローしてやってんの。じゃあね、お前にさ、お前のさ、そのインスタをね、角刈りのやつのさ、インスタ許可してさ、なんかメリットある？それだけ教えて。あのさ、お互いに。どういうメリットあるかだけ、それだけ証明してみてよ。ああ、結構常夏さ、コラボ以来送ってくれてるやんか、俺にね。うん、ああ、まあまあ、ね、TikTok 上ではね、TikTok 上では。別にインスタのつながり欲しいと思ってへんねんけどな。うん、まあ、一応、TikTok では。いや、俺もインスタで絡む必要はないと思ってるし、けどな、やっぱトークがさ、毎回その同じテーマやと視聴者飽きるやん。でも、常夏のインスタを見るとさ、なんか話題が増えるかもしれねえじゃん。だからそこは、このパートナー的なね。あ、なるほどね。はいはいはい、あ、まあ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 、確かにさ、今のは君の個人、今のは確かに有意義な、確かに意味があると思ったから。そう、意味が、そうそう。あ、マリアない。そうそうそう、行くぞ行くぞ。全員だ !30 秒、30秒。ランキングをしたら一つ上のランキング一つの差が分かるよ。そんな知ってるよ。いけない、いけない。そうそうそう、15万800いけない。いけない。やべ、あと23秒。全員だ、これいけるぞ、これね、もう、抜かすぞ。いやいや、もう寝ろって。これみんなさ、ワンパンでいけるぞ。いけるいける。1万いかない、やばい、1万いかない、さすがにやばい、いけるよ、この時間でいけるぞ。ワンパンでいけるから、みんなと準備だけお願い。強いや、いけるよ、頼む、勝ちたい勝ちたい。え、いけるよ、ほんまにいけるよ、みんな行こう、頼む、誰か何か押してくれ、頼む、誰か。6400はまずいって。寝てるやん、逃げて。86はあかんやん。弱くない？ていうか、なんでさ、この時間でさ、こんなスコア伸びひんかって、相手のレベルにね、比例するんよ。だから、プロソルみたいに、そのさ、86とか出されたら困んねん、こっちも。迷惑やねん。いや、知らねえよ。うん、みんなで。でお前、迷惑こむってるって自覚ある？あ、いや、まあ、それ、ちょっと申し訳ないと思ってるよ、それは。うん、うん、それは。で、お前、そのさ、で帽子かぶんなって。角刈りを全面的に押していけって。ていうかな、ブランディングを分かってへんねんって。お前は、その、そろばんができる角刈りでいいやん。あと、揚げパンしてる。それちゃんと押していかな。揚げパンはお前、下見えてねえから、お前、憶測で喋ってんじゃねえよ、お前。30よりはいいよな、それな。うん、プリン将軍に勝てただけで大満足だ。うん、秋桃サブ、一恵、マリア、エリ。もうラストね。もう3回目で終わり。ね、ラスト。あた、もう感謝するぐらい。これでほんまにラストや。新規さん行ったらフォローするからね。ああ、ほんまに。ニキタの時点でいいね、みんなしてない、それな。あとお前さ、アオリイカ結構困ってたぞ。なんで？ごめん。え？なんで？いや、普通にプロソロに紹介されてるって。ガチで。何されてるって？紹介？いや、してない、してない。お前な、作り話にも限度あるぞ。あのな、いい、違う、お前が困ってたもん。じゃじゃ、ん？うん。なんて？どういうふうに困ってた？そもそも角刈りのやつがコラボ申請を送ってきた時点で紹介で。ほぼ。いや、ちげえよ。ちげえよ。俺がもともとフラッシュアンダーで一人で配信してるときに、アオリーナから送ってきたんや。そこで、バトルっていうものの存在を知って、月100万超えたから、アオリーナには感謝してんだよ。お前な。焦ってるわ。嘘ばっか喋ってんじゃねえよ。顔が焦ってるわ。根拠もない。焦ってねえよ。顔が焦ってるわ。焦ってない。1ミリも焦って。お前が変なこと言うから、根拠もないことを言うから、正してるだけだ。ああ。ほんまに。そうですか。そうですか、そうですか言うてるわ、そうですか言うてるわ、全然興味ないよこいつ。なんかただただもう機嫌かで勝手だけやこれ。またもう分かったやろ、この何かって。もう今日お前のとこ喋っててな、またな、そのさ、お前のそのスメラン話もしょうもないし、結局さ、そのアオリイカのストーカーのさ、なんかその会社のもんだし、ストーカー、人間じゃなくて虫けらと喋ってるって思ってね今。あのさ、前までゴキブリやったのに虫けらになってるんだけど、それ何の違いな。お前前までティラノサウルスやったけど、ティラノサウルス説明してるけど、うん、まあ、とりあえず一回聞いて、ストーカーの話は一回聞いてくれ。ほんまにアオリーナにはストーカーがいたわけよ、ガチガチの。で、そのストーカー の、うん、あの DM を俺見たわけ、うん、アオリーナに、うん、あのめっちゃあのインスタで電話かけてるそのスクショを見たわけ、うん、で、ストーリーで上げてる。あ、また後で話したるわ。あ、今行くぞ、行くぞ、ほんまに行くぞ、一回は勝つぞ、マジで。みんな頑張るぞ。団結するぞ、ほんまに。団結や。カイポンにユリバ飛んでる。男たちもお前また準備、順位変わらんな。
うん、全国の角刈りを敵に回したとこなんです。セルタロなんて別にセルタロ求めてないわけです。勝てるわけねえだろ。勝つぞみんな。残り20秒やばらもんな。勝つぞ。1回は勝つぞ。ほら、391やで。いけるいける。どこや待って。チョコレートパク、おいしい。よし、チャレンジ開始。しゃ、いけた。いくぞ。いくぞ。2倍の時いくぞ。踊ってるね、中村知らない。ガオ踊ってる中村が気に入らないよ。気に入らない。中村なんて僕はもう知らない。正解、いくぞ、バラムンが。今のうちに行くぞ。やばいやばいやばい。行くぞ、マジで一撃で。うん、コウスケ。パク、チョコレート置いて。エイリーナ、団結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 、見せていこう。俺らは団結やで、強いな。愛人ないぞ。そうそう、キープ、キープ、ポナイス。起きろー。まだ1万いってない、1万いってない。あ、もう、あ、今日らないっす。そうそうそう。あかんがな。チョコレートパク、おいしい。団結たり、団結たりに。そうそう、行くぞ、行くぞ。DAP、パク、おいしい、チョコ。一番行こう。もうナイス。誰も投げてへんやん。みんな、一気しといてくれよ。はい、カエポン。ああ、もう返すしかないな。言わままね。はいはいはい。今、カエポンにまたユニは飛んでるやん。まあ、俺らは、最終兵器がいるから。うん。そうなの ?13 万8300の差が生まれてるから、ユニは、4言葉な、抜かされへんで、今。とこなつ。うん。知ってるわい。あ、知ってんだよ。さすが。アホリーちゃん、アホリーちゃんの相関の話ないの、うん、そうそう。で、だからストーカーされてるっていうことを、ほんまにインスタのストーリーで、うん、にゃんにゃんにゃん、アオリーナが上げてたわけね。これで、特定したわけ。ドイツ。ドイツが上げてるかって。で、そいつは、なんかね、どっかで、歯科医院を経営してる人で、ホームページとか全部見つけて、うん、顔写真も見つけて。はいはいはい。これで、その、インスタも見つけて、そいつの、ストーカーの。うん、で、そいつメンションしたわけ。インスタの投稿で。そうすると、うん、向こうから、DM が来て、個人情報とか載せるのやめてもらっていいですかって来たから、いやいや、うん、お前が、変なストーカーとかしてるから、煽りが怖がってるから、マジでやめろやって、言ったんでね。うん、うん。で、今後一切、関わらないっていうのを約束できるんだったら、うん、さっき挙げた個人情報の投稿消してあげてもいいけどって言ったら、うん、あ、それは了解って来たから、俺は、アオリーナにストーカーしてるんじゃなくて、アオリーナにストーカーしたやつを撃退した側の人間だから、感謝しろ。かっこええやん。かっこええ。かっこええ。そら、かっこええやろ、思い出すな、俺らのあの高校のさ、正義感のある角刈りを。思い出すな。ね、それやばい、もうな、今日調子悪いって、今日も。みんな起きてるか、かっこいいやろ。お前らさ、今日も、なんかもうサボってんじゃん。なあ。いや、サボっても勝てるって、お前ら。なあ。やばい。これで勝てるんや。いや、全然上がってんよ。一撃でさ、夢見ようみんなで。全然だってな、こいつのいい話が聞きたくないねん、別に。うるさいね。お前、金のことばっか考えてるから、お前、出えへんねん、スコアが。いくぞ、いくぞ、勝つぞ。みんな、一撃で、ほんまにいけるから、団結して、頼む、ほんまに勝ちたい。絶対投げやん、もう誰も。お願いします。なんでかってさ、プロソロが絶対上がってこないんで分かってるから。黙れや。そうなんこんなもんや。きっす。桃サブ、一恵、エリ、キキ、キョーラ、キッペ、アクピ、隣のファン、団結はいいね。うん、ジュン。ナイス。いいファンがライブ。はい、おめでとう。はい、みんなもありがとう。で、そうなんだ、そのさ、撃退したって、やっぱなんで撃退しようかって思った理由は、なんだ、そのアオリカの、その好きやからやろ。いや、すげえよ。また好きな。違う、だって困ってる人がいたら助けたいと思うやん。しかも身近な人やから。おー。角刈りかっこいいやろ。うん、かっこええやん。しかもな、しかもな、しかももっと聞け。もっと聞け。これにも話続きあるから。これで、ね、うん。まあ、これ話終わったらもう切っていいから。もう、あと多分30秒ぐらいで話終わるから。俺で、アオリーナ。あ、話あ、オッケー。アオリーナ最近チェキを出したわけ。自分の写真を。ほんで、10枚セットで1万円で売ってたみたいだけど、俺もそれ秒速で買った。土曜日の9時ぐらいに販売開始されて、それ秒速で買ってあげた、うん、1万円も。ストーカーやん。だストーカーじゃねえ。あいつ切ったんやけど。トコナツさん認める人がちゃんと認めるからめっちゃ好感持てる。最後オチ言えなかったんだけど。いや、だる。え?オチ言えなかった。で、俺で月曜日かな?俺、ユニバ初めて投げてあげてっていう話もしようとしたのに切ったんやけど。あいつ俺で口で、俺に口で負けてるわ。まあギフトではな、勝ててるかもしれんけど、でも1位取ったことないらしいですから。うん。はいはいはい。